さあ、はい、今日は10月18日ということで、はい、あともうちょっとしますと19日がやってきまして、はい、19日10月19日は、うん、とうとう肉の日ですね、うん、いわゆるいくちゃんの日、イエーイ、ありがとうございます、イエーイ、ちゃう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 、いくちゃんの肉やない、誕生日や、僕のいくちゃん、10月19日いくちゃんの日やなくて僕の誕生日、いくちゃんデーやない、いくちゃんデーやないよ、そう、誕生日やから、おめでとうございます、ありがとうございます、まあいくつになっても、ね、誕生日ってのはね、おめでたいもんで、ありがたいもんですよ、いや本当です ね、まあもうでも、うん、ほら、まあこの年になるとそうそう、お祝いもね、もらったりとかさ、うん、昔はまあプレゼントもらったかもしれないけども最近ないでしょ、うん、って、ね、そういうの言ってるんですか、もう僕も馴染みの店に行ったら、うん、ね、うん、あー、ヨネちゃんハッピーバースデー、あー、せいちゃんハッピーバースデー、バー来ますよ、もういいって、もういいって、そのぐらいでしょ、なんやこの飾りは、もうやめてくれ、ないやろ飾り、なんやこの、こんなこんな輪っかのね、こうお連れしてるんだ、え、なんその大きな箱は、プレゼント、いらん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 、そんなんいらんで、何このすごい豪華料理、あ、取ったわけ、もうやめてって言ったの、そんな夢を見たそうです、夢をね、俺もこんなんで、もう毎回絶対、俺明日の夜はどうしようかな、もう何件回らないけんのやろうと思って、あ、もう行くと決まったじゃないね、もうもうそうそう、もうこの日は来てね、この日は来てね、お暇なら来てよねっていう、さつき緑やないまあやりましたけど、もうそういうあれですよ、まあでもいいもんですね、いいもんですよ、いいもんです、いいもんです、 ね、うん、あのリスナーさんからもね、そうね、米岡さん誕生日、いやありがたいよ本当にね、一通だけいただきます、いやいいんですよ何通とかじゃいい、気持ちが大事、思ってる人いっぱいいると思いますよ、思ってるの、出してなくても、ああそうですか、僕もずっと思ってます、10月もう指折り待ってましたから、いくちゃんの日やら言うやらこの日を待ってましたよ、でもまあね、皆さんのおかげでございます、こうやってね、めでたい誕生日を迎えられるというのは本当ですよ、ね、そうですよ、もうね、うん、もしも番組も仕事も何もなくて、うん、誕生日やったら虚しいけどもね、こうやってリスナーの皆さんとね、うん、こうやっていろいろコミュニケーション取りながらですから、うんうん、ね、ね、ということでね、さらにまた年を重ねて頑張りたいと思います、よろしくお願いします、チャンネル登録グッドボタンよろしく。